マイクラこんなだった、こんななんかアニメっぽかったっけ。やばい、やらなさすぎてやばい。こんなだった、うん。ちょっとやめて、なんかお前編集してないな。さては、さては違うマイクラを見ていないな。してるよ。じゃあ編集画面で見るともっとちっこいやん。だからだわ、だからだ。あ、言い訳してるこいつ。はいはい、言い訳って言うけどあなただって。おい、やめてよ。31のアイスが食べたかったの。ね、うちだってさ、あさってネイル行くやん。誕生日？あ、ちょっと待って。ねえ、覚えてよ、うちの誕生日ぐらい。ああ、あさって行くじゃあ。え、違うよ、だから終わっちゃったじゃんっていう話。あ、終わったの？そうで、知らないの？うん、なんか13個ぐらいいけるやつ。10個。何の中途半端なの13個。なんか SNS でバズりすぎてやばかったね。そう、みんな10個じゃん。全部ポッピングシャワーみたいな。そう全部同じ味にする人とかいるやん、うん。そのせいで31の店員さんの腕が炎症炎になって、うん、働けなくなって終わったらしい。弱は弱い。弱いだろ、もっと人件費頑張れよ。いや、だってあれさ、うん、ずっとだよ、多分ずっと噛んでるんだよ。なんかああいうのってさ、なんか時期間違えたんじゃない？なんかああいうのってさ、なんかアイスが売れない冬とかにやることじゃないの、あれって。あー、売れないからみたいなね。そう、売り上げるためにちょっとあったけえもんな、もうすでに。だいぶもうアイスの時期だよね。ね、ありがたいもんな、普通に。あれ。ちなみにさ、何味が好き？え、うち、はいはい、エスプレッソみたいな。あった気がする。え、大好きか、あのキャラメルリボンですね、私は。急になんか大人と子供来た。え、でもストチーも好き。あー、え、うちさ、バナナの方好きなんだよね。え、そうなの？ストロベリーバナナ、うまいよね。うまいのあれ。マジでそのさ、好きな種類を言っていく、みんなで。何？何？何？言わんけえだろ。発表し合う？発表しない。ちなみにうちはね、やっぱポッピングシャワーが一番好きです。え、私サーティワンでポッピングシャワー買ったことないんだけど。えー、嘘でしょ。あんたミスタードーナツでじゃあポンデリング買ったことないわけ。でも選ばないかもしれない。なんで？嘘。看板メニュー買わないタイプ。あ、買わないタイプ。看板メニューなの、ポッピングシャワーって。看板メニューでしょ、さすがに。そうなんだ。え、だって31の色ってポッピングシャワーの色じゃないの？だってでもあいつ、だって途中入社でしょ。そうなの？あいつだって初期面ではないでしょ。え、そうなの？びっくりした、びっくりした、めっちゃびっくりしたんだけど今。やめて。ホラーかと思ったんだけど今。急になんかおーみたいな。ちょっと待って、うちマイクラの音めちゃくちゃでかいかも。やばいよ、うちの画面今の見たら相当驚いてるからね。びっくりした。お前マジでふざけんなよ。痛い、やばい。この空間何、この空間、このど真んのここにさ、階段作ってさ、地下を作ろうと思ったんだよね。あー、地下か。何？痛い。何？よくないよ、そういうの。ほんと、うわ、ちょっと今怒るとすぐ手が出るタイプです。あんたちょっと反応間違えたんじゃない？今のは。ちゅうちゃん、もう一回やらして。いいよ。ちょ、ここさ、地下作ろうかなって思ってんね、うん。え、地下？いいやろ。地下？ちょ、入ってんのだけはやめて。何？音だけは絶対乗せて。入ってない、また。仕事で
少しミスを犯してしまって、私が、うんうん、簡単に言うと本来ならもっと早く上司に確認するべきだったことをちょっと失念していたというか、そこまで大事だと思っていなかったっていう感じなんだけど、昨日もう絶対言おうと思って、はい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 、いなかったの会社に、その人が。もう私はずっと、うん、怯えてるわけ今日に。早くメールかなんか電話でもいいからしろよ。でもなんかパソコン持ってってみたいなことをやりたいわけよ、うん、見てほしかったんだね。そうそう、それが昨日の夜ね。はいはいはい、今日言わないとマジ私やばいってなって、うん、やばいでしょ、首が飛ぶ。そうね、これまでは飛ばないけど、もう昨日の夜私眠れなかったの。やだ、もう怖くて。もうある意味明日来るなじゃん。そうなのよ、もう怖くてさ、やばすぎる。でさ、Google でめっちゃ調べたわけ。え、何よ。何を調べんだよ、Google で。なんかさ、何？上司に怒られると分かっていて行くの嫌だって。めっちゃのやつだよ。何と新卒が考えそうなやつ。そしたらさ、めちゃくちゃヒットしたの。めちゃくちゃ出てきて、めっちゃ悩んでんじゃん、みんな。みんな同じ気持ちだったの。やっぱみんな一緒なんだと思って。はい、なんかベストアンサーみたいなの見たら、ああ、どうせ怒られるなら早く終わらせましょう。いいえ、いいことです。いや、そうだよなと思って、まあ、どうせ怒られるんだからもう早く終わらせた方がいいよな、そら。それはそう。会社行って、はい、もうずっと怯えながら行ってたわけ。うん、絶対怒られると思って、はい、もう死んだって思って、うん、なんかめちゃくちゃ頭の中で考えたわけ。まず導入なんて話しかけるかじゃん。まずはね、導入ね、導入。まあまあ確かに、どうしたらいいですかっていう聞き方もなんか変だなみたいな。めちゃくちゃ頭の中で考えて、何が正解だって、もう行ってしまえと思って、パソコン片手に持って、はい、ちょっと今いいですかって言って、おついに行ったわけよ今日朝。もうすぐね、出勤してすぐ。ちょっといたんだ。ちょっともうヒヤヒヤしすぎて、早く終わらせたすぎて。まあ確かにね、嫌だよね、そんな状態で一日仕事するの。そう、嫌じゃんって。もっと早く確認するべきだったんですけど、ちょっとほんと遅くなってしまって申し訳ないですで、まず謝って、謝罪ね、最初の、うん、まずね。で、第一謝罪、今ちょっとこれで作業をやっちゃっててみたいな。もうやっちゃっててみたいな。本当ちょっと報告遅くなって、本当すいませんみたいな。なんか大丈夫そうですかねみたいな。まあまあ、そうやって聞くしかないよね、もう言っちゃってるから。そうじゃん、大丈夫ですかとしか言いようがないもんな。そうなんだ、俺は別に全然大丈夫だよって言われたの。ってなっ、よかったね。待って、一回ハート送らせてみたいな。ちょっとやめて、ね、やだわ、ちょっと想像しちゃったわ。ハート送るあの姿想像できたわ。一回握手しませんかみたいな状態になって、はいはいはい、でやっと私はこの苦しみから解放されたんだと、うん、誰にも怒られずに結局無事終わったわけ。よかったやん。もう本当に今日は絶対、私この日を絶対忘れない。絶対忘れる、絶対忘れる。1週間もしたら忘れるんじゃないか。絶対忘れるんだけど、握手した人絶対忘れるんだ。絶対忘れるよ。だけどもうその気持ち最悪。気持ちだけは本当に大事にしよう。下から2番目のやつつけらんないから縦にした。あ、そうだね、これほらパカパカがあるからさ、つけられなかったんだよね。失礼しました。モスモスえ何モス
モスバーガー食べたいよね。いや頑張って広げなくていいよ別に。無理にちょっと今無理に無理したわ。なんかすまん引っかっちゃったわなんか。